お世話になっております、マサルです。今回はフィッシングとスミッシングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずフィッシングについて概要をお話しします。その後スミッシングについてお話しします。それでは始めていきましょう。フィッシングはメールでなりすましサイトに誘導して機密情報を盗み取る手法です。攻撃者がフィッシングメールを送る理由はなりすましサイトに誘導するためです。例えば有名ショッピングサイトからのメールを装って不正利用を止めるために至急ログインして利用状態を確認してほしいという内容のメールを送り、記載されたリンクからなりすましサイトへ誘導します。フィッシングメールで誘導された被害者はなりすましサイトに認証情報を入力してしまい、攻撃者に認証情報を盗まれてしまいます。フィッシング対策としてはメールに記載されているリンクを利用せずに信頼できるウェブブラウザを使って検索を行い、目的のウェブサイトを利用する方法などが挙げられます。またブラウザやセキュリティ対策ソフトにはフィッシングサイトを検知すると警告画面を表示するものがあります。適切に検知できるように最新のセキュリティパッチを適用していくことも対策になります。次はスミッシングです。スミッシングは SMS でフィッシングサイトに誘導して機密情報を盗み取る手法です。先ほどのフィッシングはメールを使っていましたが、スミッシングは SMS を使って誘導するというのが特徴です。典型的な例として宅配便事業者や通信事業者になりすました SMS を送るスミッシングの事例が多く報告されています。対策としては身に覚えのない SMS は無視する、 SMS に記載されているリンクは利用せずに信頼できるウェブブラウザから情報を検索してウェブサイトにアクセスするといった方法で被害を防ぐことができます。特に SMS を使ったスミッシングはフィッシングほど認知度がないので、スミッシングによる被害が発生しやすい状態になっています。以上、今回はフィッシングとスミッシングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はフィッシングとスミッシングについて勉強しましたが、最近ではビッシングという手法もあるそうです。ビッシングは音声を使ったフィッシング攻撃です。ビッシングの例としてクレジットカードのサポートセンターなどになりすましたボイスメッセージを送りつけて偽サイトに誘導してクレジットカードの番号を盗み出すといったものや、税金の未払いがあるなどと自動音声のメッセージを送りつけ口座情報などを盗み取るものもあるそうです。音声で誘導されると自分に言っているという感情が強く働き、結果としてフィッシングに引っかかってしまう人も多いようです。私の周りではボイスメッセージを送り合うような習慣はまだありませんが、いろんな攻撃手法が出てきているので注意が必要ですね。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。